も見えないよね。いや、そう。そう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 。ということで、今日は、リク、今日どこに行こうとしてるんだったっけ？亀山のエコーの屋上の階段ですね。あー、あのハンドレール、あの5番の目のトモくんのチャンネルでもあれだよね、出てくるやつだよね。あ、渡すだよね。あれ、これ あ、そうだ、これ消して、あの暗くなっちゃうからね。ファミリーマート、あれ、あの家の近く、こっちがいい？どこでもいいですね。あー、そっち行けないですね。あ、そうなの？めっちゃ遅いです、最近住宅地もできて。あ、そうなんだ。この辺新しそうだよね、かなり。いや、ぼっこいっすよ。あ、そう。はい。へー、ぼっこいんだ。ぼっこいはいかんすけど。まあ、前回はさ、久しぶりのハンドレールだったんじゃない？あれ、だいぶ久しぶりですね。どれぐらいぶりだった？あのハンドレールに入ったのは、多分去年のまだ寒い時期なんで。じゃあ丸1年近くハンドレールやってなかった？やってないですよ。あー、なるほどね。まあ、この前もね、ピシャインのフィルミングは、あの愛知県の碧南のパークあるでしょ。碧南あるっす。あそこのさ、あのパークの隣、300m、400m ぐらい、あの西に行ったあの海釣り公園があるんだけど、そこでさ、マニュアルバットがあって、で、そこであのピシャインのハンマーマニュアル の、 あの撮影をしたんだけど、あの彼がトライしようとしていた技、決めようとしていた技がさ、ノリヒルノーズマニュアル。で、彼ノリヒルのノーズマニュアル、若宮ではかつてめちゃくちゃやり込んでたんだけど、あのエリキがいた時代の時にすごいやり込んでたらしくてさ、で今エリキもうロサンゼルスに住んでるでしょ。で、あのずっとやってなかったんだって、その技。だけど、何、マニュアルパッドにさ、ノーリーヒールからノーズマニュアルにこうかかるまではさ、何回も行くんだよ。でも何回やってもさ、マニュアルにならないんだよね。乗り上げるか、マニュアルのこのノーズがつんのめってこう前にこけるか。50トライぐらいやってさ、っていう風だったから、まあピシャインもね、あのいやー、ちょっとこれ何年もやってないから決まる自信がなくなってきたっていう風に言うから、っていう風でさ、結局技変えたんだよ。あ、で、スイッチノーズマニュアルのフェイキーハードフリップアウト。どぎついの来たっすね、本当。そう、どぎついの来たんだよね。で、それもさ、結構惜しいところっていうか、一回ハードフリップが完璧に回って、もう片足が乗ったみたいな、両足乗れそうなのにみたいな。あの撮影よくあるある、あるあるっすね。もうハンマートリックすぐに決まんないからさ、かかとがついたりとかする。ああ、そう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 、今のはちょっとなとかさ、よくあるじゃんっていう感じだったんだけど、あれ、間違えた。そう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 、だからさ、まあ、前回のさ、キックフリップフロントボード、あのハンドレールで、まあ最初に入った時のさ、タイミング完璧だったよね。最初はもうだいぶ慎重に入ったんですね。けどその慎重なさ、あの入り方のさ、タイミング一番完璧じゃなかった？あれ、そうっすね。だよね。もう今日はワンショットワンキルでラーメンでも行きたいなと。ああ、はい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 、暑いよね。まあなんかさ、まっちゃんがさ、あの喋ってたようにさ、でも次やりますよ、次僕の主役です。この話知ってますみたいな。あ、あの山田新一スポットでかつてのチャドマスカがキックフリップしてるらしいんすよ。昔ショーティーズのジャパンツアーでチャドマスカがあそこの山田新一スポットをキックフリップで飛んでるらしいよ。え、昔は。え、もう20年以上前の話。もう20年以上前の話にねっていう、 あんな感じで、あのなんかこう、何、そこのスポット の、 あのトリックのシチュエーション、あのそのフィルミング の、 あのビハインドザシーンって、つまり裏側ね、裏側と、裏側っていうのは結局その技を決めているとその味が出せるんだけど、技を決めてないと、いやー、
いやまた次回にリベンジですねみたいな感じになっちゃうから、まあ前回よりもさ今日結構気候が寒いからさ、寒い、大変寒いですね、冬だよね、いきなり濃厚になってきたっすね。ね、でもまた来週から暖かくなるみたいだよね。マジですか？らしいよ、天気予報の情報によると。まあそれはだいぶいいことですね。だいぶいいことですよね。そう、ただ今日がちょっと結構寒いから、はい、まあこれからの時期のフィルミングで特に夜しかできないスポット、はい、で結構こういう状況がさ何回も何回も繰り返されるからさ。大丈夫です、僕いつでも暑い僕そんな温度に左右される男ちゃう。本当かいな、はい、本当かいな嬉しい、暑い男なんで大丈夫です全然この言葉広間に聞かせてあげたいな。暑いんで大丈夫。ああ、大きい子だった。じゃあそのリクの言葉を信じよう。まあ昨日もね、はい、ジェシーと電話で話をしてて、はい、さあ海めちゃくちゃ水きれいだね。え、嘘、これドブだよ、ドブ。は？俺からしたらドブだよ。は？ドブっすこれ。マジ？ドブ稲見。出た。大丈夫ですか？今日はドブです。ドブ稲見です。これパート2いくれな、ドブ出た、ドブ稲見とかマジでマジか。じゃあみんな勘違いしないでね、これ海の水きれいだねって多分みんな同じこと言っちゃうだろうね。ジェシーと電話で話をしてて、はい、でジェシーがいや陸ってどんな感じなのとかっていう話とかをこうしてたんだよね、はい、でいや陸はねどっちかっていうとスケートスタイルでいうとまああのカレーカプルスのようなこうスケートスタイルであって、まあプリミティブでいうとブラジル人のあのジオガニピアンナみたいな。あ、聞いたことあるんです。うん、あの金髪とかレッドヘアのね、レッドヘアのハンマー系ですか。ハンマー系だね。ハンマートリックも多いよね。ハンドレールとかあのトリックも多いし、まあでもまあどちらかというとスタイルはちょっとカレーカプス系でっていう感じ で説明をしたら、まあジェシーはこうやって言ってた。いいじゃんいいじゃんって言ってて、ちなみに俺ね、11月の7からね、はい、1週間ハワイに行ってきます。マジですか？はい、そう、ジェシーに会いに行ってくるんだけど、そう、で、まあ、ジェシーに会いに行くついでに、はい、やっと人生初の、ハワイに行けるっていう。アメリカ本土はね、何回も今まで行ったことがあるんだけど、はい、ハワイには一回も行ったことがなくて、やっと行けるみたいな。あったかそうですね。あー、そうだね、なんかね、天気予報のね、予報によるとね、はい、毎日最高気温29度ですで、夏っすやん。雨は全然降らないみたいな。あー、で最低気温が23度ぐらいらしいから、多分ね、一日中タンクトップでいられるかもしれないですね。で、ワイキキビーチはなんか、ジェシーの話によるとすると捕まるよとかってなんか話らしくて。マジっすか？らしい。まあどんなところなんだろうねっては思ってんだけど、そう、まあ超楽しみなんだよね。で、まあそうだね、まあ、ジェシーの話によると、ジェシーが考えたグリーンスケートボードの原点が、ハワイのメインのオアフ島の山にあるらしいんだって。山、これ山だろうねと思うんだけどね、はい、キラウヤ火山は島が違うしなと思ってて、まあちょっとどんなところなんだろうねっていうのがね、もう今からめっちゃんこ楽しみなんだけど、はい、でまあボスがグリーンのボスはまあヒロマンと、はい、ジェシーだから、はい、とでもジェシーはかつて名古屋に住んでいたから、あ、その頃知らないよね。5番の目でちょっと見たい気がする。そう、はい、あのジェシーの1日とか出た。あ、俺のニュートリック先に見える。これジェシーで、こいつはフレッシュボードショップのマネージャーの広場。ちょっと何やってんの、消えんだよこれ。
あ、まだいけるよ、これ。え？5番の目チャンネルはもう完全にギャグだったよ。本当に。まあ、ジェシーのね、デイン・ザ・ライフをこう、まあ、撮影しながら、で、まあ、ちょっと一緒に編集もしつつ、で、まあ、ハワイだから、アメリカンスタイルの、バーベキューとかもできるから、まあ、のんびりできるよねっていう感じで、まあ、1週間滞在してこようかなっていう感じでしたけど、久々にカメラの前、緊張するんだよね。してないけど。